島に高校がない津堅島では、中学を卒業すると子どもたちは進学のため島を離れます。そのため、卒業生に島での最後の思い出を残してもらおうと、津堅小中学校ではおよそ20年前から港の護岸に絵を描く取り組みを続けています。今年も卒業を間近に控えた中学3年生3人が、在校生らとともに2週間がかりで幅およそ10メートル、高さ2メートルの大きな壁画を制作し、昨日最後のネーム入れをして完成させました。自分が思ってたより綺麗にできてよかったです。卒業したら津堅島から離れていくけど、帰ってきた時にまた見て思い出せるかなって思って描きました。3人とも仲が良くて、喧嘩とかもあったけど、最終的になんか毎日笑ったりして楽しい授業が送れたので良かったです。3人は壁画をバックに後輩や恩師たちと写真を撮るなどして、生まれ育った島での思い出を胸に刻んでいる様子でした。